皆さん明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いを申し上げます。今の平沼代表からもお話がございました。日本維新の会はおととし結党したばかりの政党でありまして、去年初めて通常国会、そして臨時国会、ある意味では40数名の一期の先生方を抱えながらですね、一巡去年いたしました。いよいよ今年本番の通常国会始まる予定であります。私も以前党本部の職員というのを実はしてたことがございましてですね、本当に皆さんがある意味政党を支えていただいている、そういう思いで日頃から感謝をしているところでありますけれども、特にこの通常国会、本当に維新にとってもう維新は既成政党であります。そして政党としての実力が問われる時期に入ってきていますので、維新という塊の政党として我々が実力をつけるために、ぜひ皆さんのお力が大変重要になってくると思いますので、何卒よろしくお願いをしたいというふうに思っています。今年は特に野党再編、本格的にスタートすると思います。そしてまた今平沼代表がおっしゃった憲法の問題、そして集団的自衛権の問題、この国の根幹に関わる重要な政策が出てくるかもしれません。今の安倍内閣の下でこの話が出てくれば、私たちは協力をする、是々非々で臨む、こういう姿勢ですけれども、もしこれができなければ、私たちは次の選挙で政権交代をして、そして我々のある意味平沼代表の憲法を自民党に協力をさせて作り上げる、これぐらいの気概で頑張っていきたいというふうに私は思っています。どうかですね、本当に皆さんたちの、力が、重要な年となってきますので、何卒、私たち議員をお支えいただきますことを心からお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本年もよろしくお願い申し上げます。